エアシップ Q は、サイゲームスによる、プレイステーションウィータおよびプレイステーション4用、ゲームソフト。2015年11月19日に、すびた版が発売された。サイゲームスの新規 IP タイトルで、同社初のコンシューマー向けタイトルにもなっている。サイゲームスと同じサイバーエージェントのグループ企業である、サイバーエージェントクラウドファンディングが運営する、クラウドファンディングプラットフォーム。 幕開けにおいて資金調達を行い正式開発の運びとなったという制作経緯を持つ。ゲームの CM タイアップソングのアーティストは女性歌唱グループ JDs のニャゴニャゴじゃんけん。本作の情報はテレビ東京の小学生向けバラエティ番組オハスタでも紹介された。内容は、いわゆるサンドボックスゲームと呼ばれるジャンルに位置する。本作は、 日本製ならではのサンドボックスゲームを標榜し、横スクロール型アクションゲーム要素のカムや、表情豊かなドット絵グラフィック、ストーリー性の重視などをアピールポイントとしている。なお、プレイステーションビータ版とパソコン向けのスチーム版が発売されてからはかなり月日が経っているが、2019年の現在も、プレイステーション4版の発売は未発売のままである。 コンシューマー向けのビータ版の発売その後に最後にリリースされたものはパソコン版にあたるスチーム版だけである。スチーム版のタイトル名はグローバル版としてのリリースのため英語表記にしたワンダーシップとなっている。12歳の頃、私はその本で科学という言葉を初めて知った。科学的な考え方によれば森も街も世界の全ては見えない。 ルールに従ってできているらしい。オレンジの実が火に染まる、ルール馬車の車輪返し、豊かを転がるルール雨粒が遥か天空から落ちてくる、ルールじゃ私たちの頭上のラピュータは、どうやって、空に噛んでいるのだろう。ラガードの大人たちは誰も何とも、思わなかったようだったけれど、私と弟のレミュエルだけは、そのことを少しだけが、疑問に思ってしまった。そして私たち指定は、 毎年少しずつスウィフトの書を解読し、ついに手作りの商船を完成させた。気候石アダマントと磁石の反応によって、宙を浮き、空を駆ける船。自分たちの小さなクエスチョンから生まれたその船を、私たち指定はこう名付けた。エアシップ級内容は、未発売である PS4 版は除く、対応表示言語は日本語、英語、韓国語、中国語、中国語、 オプションモードで変更可能。飛行船をステージ中で入手した素材を使って自分なりに飛行船をカスタマイズすることができる。ただし、ビータ版とスチーム版ではゲームのストーリー等の内容は同一だがゲーム中での操作方法が異なる。ビータ版の操作方法スチーム版の操作パソコン向けのスチーム版ではコンフィングの変更には キーマップ、ジェイジンというプログラムのファイルを利用しているため、コントローラーの割り当て方法として、Windows のメモ帳等で手動で、キーボードの文字入力だけで自由に変更できる。例えば、OS が Windows の場合、標準のファイルエクスプローラーから、そのファイル名を検索すれば、操作方法の変更が、メモ帳のアプリケーションだけで容易に変更が可能である。 4gamer.net が主催する4ゲーマーアワード2014年インディーズ部門の優秀賞を受賞。ありがとうございます。